エビメダ日記チャンネルです。メダカとか、魚飼ってる方とかは、うん、コケ取り要因として、南沼エビとか、えー、レッドラムズホーン、まあ、エビ類と貝類とか、えー、水槽に入れてる方いらっしゃると思うんですが、よく入れてるのがやっぱり南沼エビとレッドラムズホーンなのかなっていうふうに、まあ勝手に思ってるところがあるんですけども、えー南沼エビとレッドラムズホーン、うん、コケ取り能力の差の違い的なもの、 どんな感じなのかっていうのをちょっと今回ね、確かめてみたく撮っておりますが、水槽を写ってますね。えー、これ、ちょっと汚すのに時間かかったんですけども、周りに苔とかついてると思うんですが、この水槽、半分に区切ってあります。うん。で、この半分に区切った中に、南沼エビ、10匹と、レッドラムズホーン、10匹、それぞれ入れてみたいと思います。 うん、できれば大きさね、えー、南沼エビの大きさとか、まあ、レッドラムズホーンの大きさとか、揃えたかったんですが、ちょっとなかなか揃えるの難しくて、ちょっと大きさにばらつきがありますが、一応南沼エビ10匹と、レッドラムズホーン10匹を、この中に入れたら、どんな風に掃除してってくれるのかっていうのを、ちょっと取っていってみたいと思います。はい。えー、それではまず、南沼エビ、こっち、右側に入れちゃいます。 よいしょ。よろしく。よいしょ。入れました。で、レッドラムズ本をこっち、左側に入れていってみたいと思います。はい。これで入りました。一応入った様子としてはこんな感じ。で、上から見ると、こんな感じ。うん。もうすでになんか、つまつましてるような感じもしなくはないですか。南の前。 この状態からレッドラムズホーンと南沼エビはどんなような活躍をしてくれるのか見守っていきたいと思いますが結構ね汚れてますね水槽 <laughs> はいちょっと楽しみですそして1日経過したんですけれども、えー、1日でだいぶ違いが見えちゃってますねレッドラムズホーンが入ってる方はあのもうね 向こう側が見やすくなってるような状態まで食べてますね。えー、苔を。で、南沼海老の方は、うん、なんかお前ら処理したっていう感じのレベルぐらいにしか見えてない感じですね。はい。一日でもすでにこんだけ差は出ておりますが、二日目以降はまあどんな感じになるのかと、まあ、もうちょっと様子を見たいと思います。はい。というわけで、二日目で、 え、もう完全決着がついてるって感じしますね <laughs>。かなり綺麗になりましたね。でも、レッドラムズホンの方、やっぱり。うん。このぐらい、えっ、ー、と、差があると。というか、ま、南沼エビあんまり仕事してないなって感じ。<laughs> 南沼エビはそんなにコケ取り要因としては役立たないといえば、役立たない状態ではあるんですよね。はい。ちょっと上からも見てみましょうか。こんな状態ですね。うん、かなり。 レッドラムズホーンの方は綺麗になっちゃってると思います。南沼海老の方は、そこは綺麗になってる感じかな壁になってるところは、うん、全然綺麗にしてないのかなっていう感じします。レッドラムズホーンと南沼海老、うん、性能としては、レッドラムズホーンが圧勝っていう風に見えるんですけども、これからまた違うものを試したいと思います。はい。で、今回は、 え、こういう風に水草に青緑が絡みついてるような状態。あんまりこういう状態にはならないかもしれませんが、この状態の水草を入れると、どのように処理してくれるかっていうのをちょっとね、見ていければいいかなと思っております。では、入れていってみたいと思いますが。まあ、こんな感じで同じぐらいの量の青緑になってると思うんですけども、これを、え、両方に入れていきたいと思います。T。しばらく様子を見て、 どんな感じになっていくかっていうのを見ていきたいと思います。 ええ、1日24時間経ってないんですけども、ええ、今18時間ぐらいなんですが、あの18時間ぐらいでね、レッドラムズホーンの方、ほぼほぼ固形、っちゃいました。うん。南沼海老の方は、うん、食いつきは良かったんですけど、半分も、 食べれてないような状態みたいですね <laughs>。うーん。こんなに差が出たのはちょっと思わなかったんですけど、というより、前やった時は南沼海老の方が早く処理してくれたっていうような時があったので、えー、こういう風に、水草とかに苔が生えた時は、南沼海老の方が早いですよっていうような動画にしたかったんですが、残念ながらそんな結果にはなりませんでしたね。はい。えー、レッドラムズホーンの方が、苔取り能力。うん。 は、かなり優れてるという感じになりました。うん。南のん。南沼駅は気休め程度なコケ取り能力になる可能性が高いということではありますね。一応、今回やった結果としては、こんなような結果です。レッドラムズホーンの圧勝でした。うん。コケ取り能力としては、まあ、レッドラムズホーンを購入していただいた方が、 うーん、役立ってくれるのかもしれませんね。はい。これが参考になったと思っていただけた方はぜひ、チャンネル登録と高評価もお願いいたします。それではここまで見ていただいた方ありがとうございました。